おはようございます。2012年4月6日金曜日6時5分になりましたと言った途端に6分かなですけども、4月6日、金曜日ということで、明日明後日あたりがちょっとねもう花見かなっていう感じですよね。さてさて、リスナーの皆さんというかワッチャーの皆さんわかんないですけどのところはいかがでしょうか。さて、今日は IT メディアニュースから見ていきたいと思いますが、ピックアップするのはもうこれですね。 Google メガネで Google は何を目指しているのかという、そのちょっともう写真が載ってたんで、こんなやつですよね。もうすいません、私はねすいませんとか言ってるけど、もうとにもかくにも、こういうのが大好きなんで、とにかくこういうそのなんかね情報がめちゃくちゃこう見えるっていう、そのミックスドリアリティというかですね、アーギュメントリアリティというか、こういう段がむちゃくちゃ大好きなんで、何の否定もしませんとにかく早く使えるようにしてほしいということしか考えてないです。ですね、このこういうサービスって私は何が面白いかっていうと、その現実のところに情報っていうものがどんどんこうプラスアルファされていくと、でかつですね、その見てる世界っていうのがそれぞれの人にとって全部違っているというのが非常になんか面白くてですね、なんていうのかな、むちゃくちゃ変な話をしますけども、その目の前にあるものとか見えてるもの聞こえてるもの、まあ、あるいは皮膚感覚でも何でもそうなんですけども、それって誰しもが同じものを見てるとか聞いてるとか触ってるとかっていうふうに思ってますけども、私はなんとなくそれってちょっと違うんじゃねっていうのをずっとこう常々思ってる人でですね、結局はその人の捉え方次第で何とでも違うように見えてるだろうなとか、違うように聞こえるだろうなとか、いうのがあって、結局そこからコミュニケーションっていうものが始まるんであり、でまたその差があるからこそコミュニケーションって成り立つんだと思うんですね。みんなが同じように感じて、みんなが全く同じように見える、全く同じように感じるんであれば、コミュニケーションする必要すらないんですよ実は。で、そういうところからですね、なんとなくこういうものってその現実空間にプラスアルファでこうね、これなんかこう地下鉄の情報とかこう出てくるんですけど、これ動画とかまたあるんでね、それ見ていただくと私はもう楽しくなるんですけども、ワクワクしちゃうんですけど、結局その人その人によって、必要な情報とか、そういうものは全く違うんであって、それがですねこういう得られるっていうところがですね、私はなんとなくいいなって思うんですけどね。その選択しつつ、その普通の広告とかサインとかっていうのは確かにその基本的にみんなに必要なものもあるんですけども、別に必要じゃないものまでいっぱいこうあったりするわけですね。その看板だとかなんだとかっていうのになると、別に見たかないものまでいっぱい見せられるっていうのが、どうもそこら辺が私はなんか好きじゃなくてですね、もうちょっとすっきりさせてよっていうのもあれば、必要な時には必要なもの見たいよねって、なんとも贅沢なことなんですけど、それが一つ実現できるのがこういう AR の技術であって、で、まあよく言われる、漫画の、孫悟空のですね、あの漫画のスカウターのようなこういうガジェットがですね、私はめちゃくちゃ好きなんですけどね。で、それとその私は携帯電話とかスマホとかいまいちね好きになれないっていうのは、意識して見なきゃいけないっていうのがね、どうにもこうにもあんまり好きじゃないんですね。で、周囲とこう一旦こう遮断されなきゃいけないっていう、そのスマホとかになると
あれがどうも好きじゃなくて、こういうあのメガネ、になっていると別にその目をそらす必要性もなく、で周囲と全て同時にこうですね、現実の世界と情報の世界を本当にその重ね合わせて見ることができるっていうところにものすごく私はですね、面白さを感じるんですね。その現実の中にこうかぶせてくるっていうところで、なんかそこら辺がですねすごく大好きなところなんですよ。そのスマホとかっていうのはなんかその現実のところから一旦切り離されたスマホの世界に入り込むんですね。でそこがですねなんともこう違うんじゃねって、で、ノートパソコンとかになってくるとそのパソコンというものに向かうっていう姿勢がこう構える姿勢が出来上がるんで、それはそれで分かりやすくて、また周囲の人も分かりやすいですよね。とかスマホってなんとなく目の前の人の話を聞いていながら全然聞いてないっていうのがね、ありますよね。なんかそこら辺がねどうも好きじゃなくて、なんかノートパソコンとかそういうものになればこうなんとなくそっちに集中してる感が周りの人に伝わるんですけど、なんかそこら辺がね、でこれになるとこういうメガネが出てくると目の前の人のことを見つつも見てるよっていうのをちゃんとアピールしつつ、で両方同時にこう処理できるよねっていうのが私にはすごく、いいなと思うんですけどね。どうなんでしょうまあ人それぞれなんで、もうこういうウェアラブル系は私は本当大好きなんですけど、まあなかなかねこう浸透してくれないんでいまいち歯がゆいいいなと思ったりしてるんですが、なんかもっとね本当に、スマホぐらいでこう使えるようになってくるとこういうのは私は喜びさんで使ってるかもしれないです。そんなところで今日はもう なんだかよくわからない話をしてますけども、何を目指してるのかもへたくれもなく広まってです。私は単純に、もう本当にこういうのが出てくるとめちゃくちゃ面白いなと思ってます。さて、そんなところで、今日はこれぐらいにしたいと思いますが、ですねちょっとだけ、言っておくと、ちょっとですね、この週末、金曜日、今日金曜日、土日、であと月曜日もかな、ひょっとしたらですね、こう6時5分が非常に不定期な時間になる可能性があります。ちょっとですね、休養ができてバタバタとしててですね、6時5分という時間がちょっと確保できるかどうか、まあ明日は大丈夫だと思うんですけど、明日明後日は大丈夫かなと思うんですけど、月曜日あたりがちょっとですね微妙な感じがしております。ということなんで、ひょっとしたら配信場合によってはできないかもしれないので、すいませんがご了承いただければということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。